はい、今回は、ステーキガストにやってきました。今日はステーキとビール食べまくるぞい。ステーキガスト、何でもビール、ビール美味しいんだよこれ。うまい、ランチメニュー、なるほど、安っ、600円、1000円とか、これはこれしようかなと。ハンバーグもあるしね、すごい。ちょっとサラダバー、これはリーズナブル、コスパがいいよね。さすがガスト。私のエビも入って300円くらいなの。200g ちゃう。エビも入って300くらい。ご飯食べる、あ、ご飯少なめにしてもらえなかったんじゃ。ご飯ちょっとさ、いい？これでじゃあ、これで多いから。ありがとう。はい。ありがとう。ご飯多いんだって。でも柔らかいけど切れるんだね。柔らかいけどやっぱヒレだから。すごい。これは自分で払うからね。マジで。あんた言ってるよ。分厚いよね。じゃあこれでいいよ。ああいいやじゃあ。どうもどうも。ひき肉が入ってる。オッケー。柔らかいわ。やっぱ切れないよ。これ乗っけてこれ。まだハンバーグ全然食べてねえわ。食べてないじゃん、ちゃん。私ね、食べるの遅いの。6時まで飲んでるから。いいじゃん。それからカラオケ。6時まではもうちょっと飲んでるから。だって200円なんだもん、6時。何飲めるんだ、うまいね。柔らかい。キーマカレーなんだね。キーマカレーなんだね。そうっすね。美味しい。あ、そう。肉食べたんじゃない？すごいね。ね、肉尽くしだね。肉は食べ。おっつくまくま。柔らかい。やっぱり違いますね。あれでなかったかな？なくなっちゃったの？結構人気あったけど、どんどんなくなっちゃったのかな。いや、あれでも経営者がなんかいつもあのね、経営の仕方がちょっとね、全国でなんかどんどんなくなっちゃった。いきなりステーキと上なくなっちゃった。あ、そう、飲んでるとあんま食べないよね。トイレ行きたいの。飲んでたら食べそう。今バッグ行ったばっかじゃん。こちらです、行ったの。あ、どっか、あんたじゃなかった。昔あの工場で下がり機使ってたから、これやるよ、俺時給
結局言えば俺がやった。